え今日のここが聞きたい、エ、えー、コノミストの浜典子さんの登場ですえ。テーマは、船侍、岸田首相が日本を壊す。えっ、ー、と、えー、浜さんも言ってます。さあ、こんなことについて今日は重要に語っていただきたいと思います。浜さんよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。えー、浜さんがですね、えー、岸田首相は船侍だと。 いうふうに、うん、あの言ったのを私は伺ったんですけども、はい、この「船侍」の意味とその心はどういうことでしょうかはいはいあ,のある日突然ひらめいてしまったんですけれどもあの船侍っていうのは、まあ、皆さんよくご承知の通りかと思いますけどあの中心蔵に出てくる言葉であって吉良幸介スケが、えー、朝の野匠の神をいじめにいじめまくるシーンで えー、この、えー、あんたは船じゃ、船じゃ、船侍じゃ、っていうふうに言うんですよね。趣旨は、要するに、その、えー、井戸の中、えー、しか知らなくて、えー、世の中のことをよくわかってなくて、えー、で、えー、まあ、えー、お堂々、おおど,おど,おどおしながら、えー、井戸の、まあ、 えー、中で、あっちの壁にぶつかり、こっちの壁にぶつかり、あっちにぶつかると、こっちに方向転換して、またこっちにぶつかると、あっちに方向転換するというので、まあ、何の主体性もなく、えー、なの、この自律的な、えー、動き方もなく、あっちにぶつかっちゃ、こっちに来てっていう、ふら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 している、えー、まあ、も分かっていない、えー、こう,う、主体性のない、 えー、ちっこい、ちっこいお魚。それがあんただよっていうふうに、きなこ之けのすけが、あの、まあ、浅野匠の神を揶揄して言うんですね。えー、で、だからもう徹底的にいじめ抜いてやろうというので、えー、そういう言い方をするんですが、あの、私は、あの、なんだ、こ岸田さんっていうのは何かを連想させる人だなとずっと思ってたんですけど、ある時はは、と、えー、それを思いついてしまいました。 で、この自民党という井戸の中でですね、えー、ちょっと怖い偉そうな人が行ったことにちょいと背中を押されるとずっとそっちの方向に行ってしまう。で、また違うこの怖い人に会うとその人はあっちだぜって言った方向に行っちゃうという形で、えー、この、えー、こう、うんえーん、政策も一貫性がない。 で一貫性がない割には、なんかすごく大きなやすがぼっと出てきてしまうっていうような小づき回されキャラですね、えー。それがこの岸田氏だなというので、この小づき回されてる感じがもう船侍そのもの、えー、という、えー、イメージを持ってですね、これをぜひこの名称を普及させたいというふうに思っている次第でございます。要するに強いものに弱くて、体験がなくうろうろしてしまう。そうなんですね。 そういったよく言いますけども、うん、首相になっちゃうとちょっと困りますよね。首相になっちゃうと困りますね。だから、信念がないっていうのはこれほど怖いことか。 っていうことをつくづく思います。まあ、変な信念を持ってるとも怖いですが、えー、でも変な信念を持ってる人は、その変な信念がおおむね冊子がつくので、あの、こう出てくるだろうというふうに思ってやっつける構えを取ればいいんですけども、その中身が全くこの空,空っぽで、あっちへふらふら、こっちへふらふらっていう人が、えー、策責任者の最高峰に立つということほど、 えー、我々にとって、えー、市民たちにとって怖いことはないと思いますね。だからそうやって、えー、船侍してるうちに本当に戦争に向かって我々を引きずり込んでいってしまうかもしれないと、えー、いうことが、まあ、えー、あるので、えー、とてもとてもそれは、えーようん、大いに要警戒だと思います。でまあ、ちょっとこれはやや本筋からは、えー、外れるかもしれないですけど、えー、今船、船じゃ船じゃと言って彼をいじめているのは、 どうも、菅、えー、前首相かなっていう気がして、うん、あの人が木田康介の助なんだなと思って、うんで、彼を相手に松の廊下の人情に及ぶぐらいの根性が志田さん、えー、船侍男にあれば、まあ、えー、結構なことだと思いますが、でもなんかやられて、まあえー、一方的にやられてる感じなんですので、もう筋金入りの船侍男という感じですね。<laughs> はい、あの 昔以前ですね、浜さんは、あの、アホノミクスの大将に猛獣するアホダノミクスといって、安倍さんが親分で、それに対して逆らえない岸田さんは情けないなっていう話をしたんですけど、まあ、安倍さんがああいうことになっていなくなったら、少しこう、自発的な何かね、あの、道が出てくるのかなと思ったんですが、 いろいろ新しい資本主義見たもさっぱりわかんないし。わかんないですね。それでもういろんなこう意味のない言葉をえこう並べて、あの今度はその、まあえー、異次元という言葉がやたら出てくるようになって、えーまあそのえー、異次元の軍備増強っていうのもありますけれども、我々から見た場合。えー、でな、なんですけど、今度は異次元の 少子化対策などということを言い出しちゃっていて、この、これは一体何だろうって、子供たちを異次元に連れていくというのは本当に恐ろしいことだし、で、異次元の金融緩和を見ても、異次元に行っちゃうと帰ってこられないっていうことが、もう、あの、非常に我々の場のあたりで示されているじゃないですか。そういう状況を踏まえていれば、ちょっと異次元という言葉の使い方にも気をつけたりするはずだと。 思いますがそういうやっぱり言葉の使いたくないというのがやっぱりああいう人がトップにいるっていうことは本当に本当に、うん、背筋が寒くなると思いますね我々から見ると異次元の軍備増強っていうのが始まったと思うんですけどもこの間、えー、岸田さんとバイデン大統領がですね、まあ、首脳会談やって非常に嬉しそうなニコニコした顔で <laughs>、えー、肩を抱かれて、うん、なんとなくこの。 軍備増強を43兆円ってすごいお土産を持ってったんで普通だったらこうちょっとこわもての風かなと思ったらこのこのニコニコ顔は一体何なんだろう何か大きな軍備増強に対しての信念があるとも思えない、うん、これ見るとあのこっちでもまた大きなあの壁にぶつかってうろうろしてるってことなんでしょうかね。そうですねだからバイデンさんと会った時は 壁にぶつかった感があんまりなくて、こうハグされて、えー、船侍としてはそんなにこの温かく受け止められるということがほぼないので、よっぽど嬉しかったんでしょうね。えー、まあそういうのを見るともう本当にかわいそうになってしまうぐらいのもんですけど、で、こうやっぱああいうところでああいう嬉しそうな顔しちゃいけないんですよね。やっぱりもっと、 この本当に安保政策の大転換だとかいう、まあ、口ではそういうことを言いながら、あの、あっちふらふら、こっちふらふらの中で出てきてしまったものを、まあ、ある意味ではおずおずと思っていったらば、本当に喜ばれて、あの、まあ、えー、敬意を表してもらってというので、えー、もう、えー、安堵と歓喜であんな感じになっちゃったんだと思いますけど、やっぱりそういうのがもうそのまま、もろ、 丸見えで出てくるっていうところもね、やっぱりそう危うさを感じますね。でもっともっと喜んでもらおうと思っちゃったりするかもしれないじゃないですか。そういうところがまた怖いですね。でも今度の、その、岸田さんにはそれだけの、あの、決意があってやったかどうか知らないんですけども、うん、安保政策の大転換っていうのは、まさに日本の進路っていうものを大きく変化させることですよね。うん、しかもそれを、うん、まあ、 勝手に自分で決めてアメリカに持ってってお土産にしちゃったと、うん、であの国民はほとんど預かり知らないし説明も受けてないって感じですよね。うんうん もう全くその通りですね。何の我々に何ら相談もなく、えー、敵,敵基地攻撃能力を強化する、えー。自分の国は自分で守る力を持つ、えー。というようなことが並べ立てられていて、で本当にこの憲法の、まあえー、精神、精神だけではないですね。やっぱり日本国憲法が提示している、えー、この、えー、枠組み、えー、を全く 全く無視して、えー、この攻撃力を持つ、えー、国に持っていくと、そういうことを平気でスル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 やってしまうっていうところが怖いんですよね。まあ、本当にこんなことでいいのか。で、それもしかも国民にこのお伺いを立てずに、えー、やっていいのかっていうようなことを噛みしめ噛みしめ政策を形成するというようなこの、まあ、感性を 全く持ってない人だなっていうことがよく分かってきましたね、えー。だから一見お人よしみたいに見えるのは、そういうこの真剣に受け止めて、えー、考えるっていうところがないから、そのあのふわふわ感が、えー、そのお人よしのように見えるということだけだったのかなというふうに思って、で、本当にこれは超危険人物だと思いますね。なるほど。うん、一見お人よしでふわふわしてて、 だかい,い,、はい、うでね、確かに方向兆円っていう、うん、まあ円ていうか予算規模も、まあ、空前のものですけども一方で日本とアメリカがあんな形でもって中国に向けてですね、まあ、500発だか1,000発だか知りませんけども攻撃用ミサイルを並べるっていうそういうことを行っていくことの危うさみたいなものはとんでもないものがあると思うんだけど。うん だけどなんかあの世の中財源問題の方に関心は行くんだけども本当にこれがどうなのかとこんな形でアメリカと組んで中国を敵視して日本が他国を攻撃できる国になっていいんだろうかっていう議論がもう一つきちんとなされてないように思うんですが、うんうん、その通りですねだから議論はそこから出発しなければいけなかったのに。その軍備増強の財源を えー、国債にするとかですね、これ、この国税にするとか、えー、本来は、あの、被災地向けのものであるものにするっていうところに、えー、一足飛びに行ってしまったっていうことは、本当に残念なことですし、えー、それについては、やっぱりメディアも深く反省をして、えー、欲しいな、というふうに今、今 えー、思いますけれども、問題はそこですよね。えー、でねこのものの防衛安保三文書っていうものがあんな形で、えー、作られてしまっていると、えー、いうこと、えー、に、あの、まあ、に対する疑念、怒りっていうものがうまく集約されるように。 えー、展開しなかったことが本当に残念ですね。で、かつそこが割合にすると言ってしまったのは、この日本の周辺事情が変わってるでしょ。えー、ロシアがあんなことやってるでしょ。えー、中国もすごいじゃないですかと。もう安全保障環境がまるで変わり、変わりましたよねっていうのに、えー、こう、えー、まあ世論が結構乗せられてしまったっていうところが、えー、ありますよね。 えだから、そこは、その、それなりに、やつらも、周到に考えて、この今の、この状況に便乗して出してしまえっていう感じだったかな、と思いますけれども、それに惑わされてはいけないっていう声が、もっともっと、メディア上で、たくさん出てくる、集約されるっていうことがあって、 そういうことにならなければいけなかったと思いますけど、で,、まあ、でも今からでも遅くはないと思うので、でね、この場で我々がやりとりしているような形で、ことの本質はこういうことだと。えー、あの便乗法商法に騙されてはいけないっていうことは、あの本当にしっかり、えー、繰り返し繰り返し言っていく、えー、べきところだと思いますね。そうですね。あの、船侍の無計画なですね、うん、なんていうか、 えー、そのアメリカ依存みたいなね形が大変なことになってるんだぞっていうことをこれがやっぱりじっくりみんなが気づかなきゃいけないことでもともとだってこのミサイルのもミサイル防衛の問題っていうのは日本がやるんじゃなくてアメリカがやるアメリカが、うん、中国に対して必要だったことですよね、うんうん、アメリカの政策転換で中国を敵として台湾海峡で向ける、はいうん、それがいつの間にか日本が自主的に買って出て 自分でやってお金まで出すという、しかもアメリカの兵器を買うっていう、うんうん、とんでもない現実っていうのを、これからやっぱりきちんとみんなの前に、はい、並べて議論しなきゃいけないんですね。そうですねあの。本当にその通りだと思います、えー。で、だから船侍が次はどこに向かって背中を追っぺされてですね、ふら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 ,ふらと行ってしまうのか。 ということも、えー、こう鋭くウォッチしながら次はあっちに行くかもよっていうようなことも、まあえー、情報として、えー、市民たちの中で共有しながら押し戻すっていうことをやっぱりしていかないといけないというふうに今、えー、思いますね。うんえー、だけど結局安保のの問題も増税の話に ぶつかって、それで怖い自民党の人がですね、うん、こんなのダメだって言ったと思ったら、今度コロッと方向を変えて、うん、異次元の子育てっていう話になりましたよね。うんうん、ねはいはいで。異次元の少子化対策っていうこの言い方は、もうなんともどう解釈したらいいのかわからないと言いますか。異次元の世界って結構怖いところですよね。えー、だからそんな異次元の世界に子供たちを追い込んでい で、どんな大人に育て、育ってしまうかわからないということがものすごくありますし、あの、それ、これはなかなかちょっと面白いことですが、あの、年頭の記者会見で、えー、船侍は、あの、初めて異次元の少子化対策という言い方をしたんですよね。で、だけど、この次に、あの、国会冒頭の施、えー、政方針演説では、 次元の異なる少子化対策という言い方にしてるんですよね。で、じゃあ異次元の少子化対策と次元の異なる少子化対策はどう違うんですかと、えー、野党が、これはまあなかなかこう鋭いっていうかいい切り口だったと思いますけれども、そういうふうに聞いたら違いはありません <laughs> と答えてたんだけど、<laughs> これはでもやっぱりちょっと異次元という言葉が、 やばいかなと思って言い換えたのかもしれない。あるいは、その、船侍はそんなこと全然気がついていないけど、周りの誰かが、この子供を異次元に連れていくっていうのは、ちょっと、えー、こう、まあ、えー、いかがなものかというので、異次元の異なるというふうに言い換えたのかな、なんて、私としてはちょっと思っていてですね。えー、この、やっぱり言葉の使い方も非常に不用意ですよね。 で、まあ言われたらそうかっていうんですぐ簡単に言い換えてしまう。え、だから異次元の少子化対策というので徹底的に行くならばこの場合の異次元というのはこういう意味ですというふうにしっかり説明をできなければいけませんよね。で、あの今までと次元の異なるという意味じゃないんですと。本当に異次元なんですっていうふうに言うようなこの、まあ信念というか うんと独自の自律的な分析力、えー、政策形成能力を持っていればいいですけれども、やっぱりこの船侍にはそういうところは微塵もないということですよね。まあ、浅野匠の神さんは本当の船侍ではなかったと思いますけども、今我々は本当の船侍を、とはこういうもんだっていうのを目の当たりにしているかなというと思いますね。うん、あのー、 異次元の、えー、少子化対策、まあ子育てでもいいんですけども、うん、そこで何をやるのかっていうのはなんかはっきりしないんですけど、うん、一応出てきたのは、えー、児童手当かなんかをなんかもっと弾んでやるぞと。うん、で、昨日今日あたり、所得制限は突っ張らずするんだという話が出てきました。だけど、この辺の話っていうのは、かつて民主党政権の時にこの問題が出て、うん、それを自民党がこっぴどく批判してた。うんうん そうですね。それをまた戻したっていう、うんうん、そういう意味で異次元。何でもありで異次元なのかなっていう気もするんですけど。<laughs> これ何なんですかね。そう <laughs> ですね。自分たちにとっては異次元っていうことなのかなと思いますけど、うん、確かにその経済的支援の強化。えー、で、この保育とかの、まあ、えー、子育て世代、えー、対子育て世代のサービスの充実。 で、あとは働き方改革の推進とかっていうふうな言い方をしていますが、で、それがまあ一番基本的な三つの方向性だっていうふうに言っていますけれども、その結局のところはおっしゃるようにその経済支援はかつてやられていたことをまた、えー、復活してくるということですし、やっぱり本当にこの 少子化という問題で子育てが危機にさらされているという問題をやっぱり正面から受け止めていないですよね。だから特にあの初心表明演説を読んでもこのままどんどん子供が少なくなっちゃうと、えー、日本人の頭数がもう本当になくなっちゃって、えー、こう日本経済を維持できない日本社会を維持できないから 出生、えー、率を高めてていいいいかなななけければいけないっていうそのロジックなんですよね,すねだからやっぱりこの分配政策もこの経済を成長できる経済にしないといけないからやるんだっていう、えー、ことであって、えー、その今この子育てで本当に悩ましい状況に当面しているとてもじゃないけど、えー、たくさん子供をまあ欲しいけど作れないっていうような、えー、状況に当面している人たちの痛みを受け止める。 えというこのモチーフが、この船侍においては完全に欠けてるんですよねで。もうどうして、どう、なんとかしてあげたいっていうような思いを政策責任者たち、政策形成者たちが抱いてない状況っていうのは本当にあの不幸なことですよね。 やっぱ人の人を痛みから救済するんだと。それが政策を委ねられている、えー、ものたちの役割だっていうようなところがもうどうしても微塵もないんですよね。で、国力の強化とか、えー、その国家、えー、としての、えー、経済力とか、そういうものが保持される、あるいは強化されるために、 え、人に対する働きかけをしなくちゃいけないと、え、いうことで、だから全くそれはもう本末転倒であって、え、人の、え、人を支える、え、人が、この、まあ、小遣回されないような状況を作るということで、まあ、そうすると結果的に経済社会の力強さも出てくるということは、それなりに期待してもいいと思いますけど、で、それは結果であって、やっぱり今、 えー、この困難に当面している人たちをその困難から絶対に救済するんだというこの、まあえー、意気込みを持って政策政治に当たってくれる人たちを今我々は必要としてるんだと思うんですよね。うん、そうですね結局その政府の頭にあるのは えー、出生率が何パーセントになるのかとか、年間生まれる赤ん坊の数がどれだけになるのかとか、GDP がどれだけ増えていくのかとかっていう、うん、そういうふうな、まあ、政策目標みたいなものは何かあるのかもわかんない。まあ、それもできるかどうかわかりませんが、うん、だけど、本当に人の心とか気持ちとか暮らしとかっていうところに思いをいたしているっていう雰囲気は、あのー、施政方針などを読んでも出てきてないですね。うん もう全く解無ですよね。ともかく自分たちのための点数稼ぎ。自分たちのための原点回避。えー、この点数稼ぎと原点回避ということで、えー、こういう中身を決めている。 っていうことに、もうそれに尽きてるという感じですよね。で、だからグリーントランスフォーメーションをやるためには、えー、原発推進だとかいうような、とんでもないことを言い出すっていうのは、<laughs> うんうん、やっぱりその、まあ、えー、世のため、人のため、皆さんのために、もうこの全身全霊を傾けるっていうようなところと、あまりにも程遠いところに行っている。 え集団でそのトップに船侍がいるという構図ですから、えー、もう本当にどうしたらいいのっていう感じですよねやっぱりもう革命を起こすしかないかという感じを原発もひどいですよね。あのはまだ終わってないし、うん、現にデブリもと触れもしない。はい、でもう処理水っていうか 汚染水がもうたまりにたまってるし人々は自分のふるさとにも帰れない、うん、それがありながらケロッと忘れてるような形で心臓説と再稼働が出てきました、ね、そうですねはいこれはもう本当にびっくりするんですけどやっぱりこの原発ロビーというかその原発ロビーの人々が虎視眈々とその再び原発推進 え、に切り替えることのできるタイミングを狙いながら準備していたやつを、え、この、まあ、え、ウクライナ問題が出てきたということで、で、そして、このエネルギー安全保障という問題という形で問題を設定できる状況が形成されてきたということで、さっと出したというので、その腰たん,たんの奴らに背中を押されて、船侍はわっと、え、ね、この、まあ、 グリーントランスフォーメーションのための原発推進でございますっていう方向に行っちゃったっていうことだと思いますよね。だから自分は広島出身の人間で、この原爆,原原爆のあれだけの被害を、まあ、があり、そして唯一の被爆国だっていう、その首相に広島の人間がなっているのに、 ここで手のひら返しで原発推進はそれはないんじゃないのっていうふうに、どうして思わないのかっていうところも、本当にわからないですよね。です,ねですから、かつての岸田さんには、そういう戦争とかね、原発とかっていう匂い、あまりなかったと思うんですけども、はいはい、それがここに来て、うん、そのショップドクトリンというか、うん、まあ、ウクライナで戦争が始まったことを。 まあチャンスとしていろいろ動いてる人たちがいたと思うんですけど、うん、そういう人たちに一気に担がれて、うん、戦争と原子力って両方を一気に進んじゃったわけですね。うん、戦争と原子力が重なったのはまさに広島の原爆だったと思うんですけど、うん、そういうことと自分がやってることの、なんというか脈絡が本人いなくて、うん うん、まあ、ちょろちょろちょろ泳いでるっていう感じはしますけどね。そねとかこれぞ船侍の船侍たるゆえんだというふうに思うんですよね。だから、背中を押さえた方向にさーっと行ってしまうと、えー、今までいたとこと全然違うなとかいうような、こう、えー、方向感とかがないという人だったんだなっていうことがつくづく、えー、わかりますよね。 だそれ一種の防政っていうかね全くとんでもない政治が始まろうとしてるんだけどもでもこんな防衛がちゃんとつできるのかっていうね、うん、こうまあ今日のテーマまさに船侍が日本を壊すというふうなテーマなんですけど、うんうん、このままこういう路線を進めていけば一方で戦争のためにですね、はい、とどでかい防衛予算を組んででこっちでまた いやそう言っても、えー、少子化対策だって、ここでもやりますって言って、うん、そんな両立なんてとてもできないと思うんですけど、うんうん、どういうふうに今の財政構造も含めてですね、日本のそういう国家の運営っていうか、政府の財政運営、どんなになっていくと思いますかそうですね。だから、こんなことでやっていれば、ますます金融政策の方のもう一つの異次元から全く返ってくることができないっていうことに、えー、なりますよね。 で、もう本当にこの財政節度っていうものが、えー、こうどこからも求められないか状態を作っておかないと、今、この船侍がやっているようなことは、えー、全く破綻してしまいますから、もうますますこの調子で日銀は政府の、えー、御用銀行、子会社、 っていう性格がどんどん強まっていくということに、これ総裁変わってもやっぱりそういう形で、えー、財政と金融の一体化の方向に進んでいくというモチーフがどうしても出てきてしまいますよね。だけど、それをこのグローバルな金融環境が許さない、えー、ということになった時に何が起こるかっていうのが一番怖いですね。やっぱりこれはどうしても金融鎖国になるのかなっていう、えー、感じが。 えー、しますけれどもそういう形で、えー、もう日本をあ、そうなんですね。だから日本国全体を丸ごと異次元に持っていくっていう、そういう回答しかだんだんなくなってきているんじゃないでしょうかね、うん、という気がしますね。なるほど。確かにね、今おっしゃったように、財政規律とか、まあ今の、えー、岸田政権が進めようとしていることをやれば、当然、 お金が必要なわけですよね。うん、で、増税と言いながらも、仮にちょっとちょっぴりやったとしても、とてもまかれないような増税があるとは思えないし、仮にそれをやれば政権飛ぶかもしれませんよね。うん、そうすると、今言ったようなやさ、まあ、やりやすい方向っていうとま、また、あ、国債で発行する、うんうんで。まずその国債を露骨に出せなければ、返済を 返すべきものを返さないで、その分を、うん、まあ言ってみりゃ防衛費で当てちゃうとかっていう、うん、そういうズルを今、うん、し始めようとしているわけですけども、うん、そういうことをやればやるほどやっぱり日本の金融財政が危うくなっていくっていうことは間違いないです。それはどんなふうに、えー、あの見てらっしゃいますか？うん、だからもう危ういもうすでにして危ういことは。 え、間違いなくて。え、で、日銀が金融機関にお金貸して国債買ってくださいっていうようなことも言うような事態になって、これはもう異様中の異様ですよね。え、だから船侍が日本経済を壊すというより、という、まあ、まさに壊すんですけど、え、船侍が日本を丸ごと異次元に連れていくっていうどうも、そういう 感じになっていると思いますで。だからその異次元は、つまりこの資本,、えー、資本移動規制をし、えー、金融鎖国をし、だこの次元の世界から日本を切り離すっていう、えー、そういう方向に、えー、どんどん近づいていっちゃっているっていうふうにしか思えないですよね。だからこんなことをされては本当にたまらないですが。えー、先だって、 浜さん言ってらっしゃいましたけどもこんなことをやれば当然投機筋が動いて投機がおかしいと言ったって方向として正しい投機は勝ちますよって言ってましたよねそうしましたらまさに投機筋が動いてるように無理に国債を安値に抑えとくってことはできなくなっちゃったじゃないですかそれで0.5%まで上げたそれでもまだこれから危ないっていうんで今度は銀行にお金を日銀が貸し出してお前らも 俺とと一緒に、えー、変えようというい形でやり始めたそれで今ちょっぴりその収まってる、うん、ほら、えー、日銀のやってることは効果出たろみたいな感じになってるんですけど <laughs>、うん、この異様さっていうのはやっぱりもうちょっと世の中が気づかなきゃいけないと思うんですけどもねはいはいその通りなんですよねだからあのー、もう投機筋がの考えていることに全く合理性があるんですよねこれはもう持たないと。 いだから、もうとことん、あの、売り向かっていくんだっていうのは、非常にこの、まあ、まっ当にして合理的な選択で、で、彼らもそう、それが分かっているから。 絶対に勝利できる構図だっていうことが分かっているから、全然この日銀が何をやってきても、えー、基本方針に沿って動いているわけですよね。えー、だから、もう本当に東京諸悪の根源に、えー、しようというようなあの、まあ、演出、えー、下手な演出ですけれども、それで逃げ切ろうっていうことを、えー、やめて、 あのもうまっとうな方向に動くっていうことをしないと、もう完全におだ仏ですね、これはね、日本ののようなものになってしまっていると、えー、で、それは日銀のせいだという、こんな、まあ、構図になってしまっているわけですね。国際市場<れ>、まあ、長期金利の市場というふうに言い換えてもいいと思うんですけども、こういうものっていうのは、うん 当局が勝手に決め,られない決められるものではなくて、うん、マーケットで、えー、値段とか金利が決まっていくっていうのが、うん、一種の資本主義の、まあ、基本ですよね。うん、それを日銀の会議室で、えー、0.5%だって決めてたら、うん、絶対そこにややあの持っていくっていうのはかなり異様なことで、うん、こういう無理っていうのは続かないよっていうのが、うん、これはあの世界的な意思の常識じゃないかと思うんですけども、うん、どうでしょうかね。 もう全くその通りですね。だからこの市場との対話っていう言葉があって、その言葉自体は私はあんまり好きではないんですけど、市場に人格を与えちゃってる感じなので、なんですけど、でも今は、今の日銀においては、やっぱりその市場との対話。 え、が、あの、求められるところだと思います。で、このいきなり、あの、0.5に引き上げたときに、その、国債の、10年もの国債の、えー、上限をね、やっぱり、そんな、全然そんな話してなくて、それやったら利上げだって言ってたのに、<laughs> やった。えー、というので、えっ、ー、と、投資家たち。 は、ものすごい不信感を抱きましたよね。ね日銀に対して。だから次に日銀が何,何を言ってももう信じることができないっていう。で、だから、この市場の力学として合理的だと思う選択に従って動くっていうふうに、もう市場側は決めちゃってるっていう感じになってると思うんですよね。 で、それに、この逆らってですね、このお金をばらまいてでも、えー、しの、イールドカーブの、えー、利回り曲線の形を、えー、変えよう、などと言ってるのは、もう本当に正気の沙汰じゃないと思うんですよね。だから、日銀の中で、ま、あの、まっとうにものを考えている人、まあ、どっちかといえば、まっとうに、分かってて、まっとうに考えている人の方が多いと思いますけど、もう、たまらない状況でしょうね。 だからもうこんなことを自分たちが言ったりやったりしているということが本当に信じられないというのでまあみんな集団的にうつ病にでもなってしまうんじゃないだろうかというふうに思います。真っ当な感性を持っている日銀の皆さんは。だからかその辺で今度のですね、総裁選びみたいなものにか微妙に反映してくると思うんですけども。うん、そうですね、うんえー。どう見たって今、まあ、あの日銀で えー、黒田さんをサポートしてる人は、まあ、免疫腐敗っていうかねうん、うん、こんなのちょっと違うんじゃないかなと思いながらも、うんうん、そうは言っても親分が言うんだからそれに何か知恵を出さなきゃいけない、うんまあ、優秀な人だから小賢しい知恵を出して、はい、いろいろこう美貌作をやるんでしょうけど、はい、その限界も多分もう分かってると思うんですよね、うん、そうですね。 だからほん、まあいい、本当に分かってると思います。だって、日々の展開を見れば、もう全然その美貌,美貌作でせき止められてないっていうことが分かっているわけなので、えー、だから、総裁選びは一体どういうことになるのかわかんないですけど、もう、 えー、そのお、かつてのいいやいや欧州中銀の総裁として、えー、非常に大きな功績を挙げ,げたマリオ・ドラギとかですね、ああいう人を海外からリリる <laughs> 呼んでくて <laughs>、もうそれぐらいのことをやってほしいですよね。ドラギさんが自分が立候補していくぞって言って、えー、こう仕掛けてきてもらったりしたらいいなと思ったりするんですけどね。 あだからそう,そういうような格好で、えー、この、えー、行かないとどうにもならないというようなとこに来てしまっていますね。うんうん、あの日銀の次の次総裁ではなないかなという候補挙げられてる人たちの話っていうか漏れ聞くとやはり誰もがその何て言うか えー、行き過ぎた金融緩和の正常化は必要だ、とと思思ってると思うんですよね、うん、ただそのスピードをどういうふうにやっていくのかっていうのは非常に悩ましいことだと思うんですけども、うん、でも、あの、アベノミクスがもたらしたこの外毒っていうのはかなり深刻になってるっていうことでの、あの、なんていうか、認識は一致してるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。うん、まあ、そうですね。基本的には別で、かつ今は、 そういう、そういうふうに言わざるを得ないというか、本当はそういう方向に持っていく気もないというか、勇気もなくても、えー、まあ、それは今や正常化でしょうっていうふうに言わざるを得ないと思うの、ということで、まあ、皆さん、どれぐらいの確信を持ってであるかは、ともかくとして、そういう、えー、こう、まあ、構え、 が全面に出てきていることは出てきてますけど、でもやっぱりそこでどれだけ本気かっていうことが、の資金石はドラスチックにあるかどうかっていうことだと思いますね。うんうん、で、この、まあ、えー、いきなりもう大転換したら大混迷に陥るから徐々に徐々にやりましょう。えー、謎ということでは、やっぱりこの局面は突破できないと思います。で、国債大暴落してもいいから、えー、もう、 えー、この金融政策は正常化するんだと。で、そういう大暴落した国債をどうするのっていうことはもう政府と財務省で考えてください。というぐらいの、うんー、こう、まあ、激しい、えー、このこう、出方をする、日銀総裁が今求められていると思いますね。えー、かつてアメリカがもうどうしようもない、えー、インフレ、 え、に、で、になっちゃって、もう価格統制をしないとインフレを抑えられないっていうような時に、ポール・ボルカーという FRB の議長さんが出てきて、もうすごい勢いで金融を引き締めて一夜にして金利が20%に上がるっていうようなことを平気でやってしまって、それでようやく、こう何としても収まっていかなかった。 アメリカのインフレが鎮静化していくということになったわけですよね。だからあれぐらいのやっぱりショック療法を決然と行うっていうような人が出てくる必要があると思いますね。ポール・ボルカーをだから蘇らせるというか天、天国から一時降りてきてもらうとかですね、そういうことができればいいなとつくづく思ってしまったりしますね。そういうふうな観点で見ると、今、 候補に上がってる人たちっていうのは非常にまあ美容的っていうかえー政治家は必要だけども急にやるのはねどうか時間かけてちょこちょことやって生産性が回復するのに合わせてっていうような程度の話ですよね。うんうん、そうですね。うん、多分そういうスタンスではこの一方で政治がさっき言ったような、えー、異次元のその防衛費の増大をやってますから当然、うん そっちの方からもっと国債出せっていう圧力がかかってくると思うんですよね。うんうん、そこに勝てないですよね。勝てませんね。これ、内容内容してる人ばっかりですのでね。うん、だから、この、まっとうなことを紳士的に言っているけれども、まあ、えー、実に、えー、このお小出しに、えー、やっていくっていう、それではもう絶対にダメだと思うんですよね。だから、やっぱりど もう全然違うところだから、えー、そういうこのジェントルマンバンカーじゃない人を持ってこないといけないと思いますけど、まあなかなかそれは実現が難しいでしょうけどね。それは結局船侍に求めても、そういうふうな、えー、ことはとてもあの体験がなさではできないってことですかね、まあや。そういうドラシックな人っていうのは船侍は、えー、一番苦手だと思います。まあでもそういう人に力強く 押されれば、わーっと、あんまり分からず行っちゃうかもしれませんけどね。<laughs> うん、だから、まあ、だけど、やっぱりそれは、その自民党という意図の中の人たちが、えー、うん、あいつに押されたらダメだって、また押し戻してきちゃうでしょう、うん、から、あのー、どうにもならないところですけれどもで、どうにもならないと言っている場合ではないので、でね、やっぱり突破口はこういうところにしかないと、もうドラスティックに、 金融は政策は方向転換だっていうことをやっぱり我々がでこの皆さんが常に声を大にして言い続けていることが必要もう今ほど必要な局面はないと思いますね,すね今行われている金融の超緩和っていうのは日本をインフレにするためにやってる政策ですよねともかくジャブジャブにしてお金をええー、がたくさん出回れば その物価が高くなると思ってみんなあのお金を使うぞみたいな話でやってるわけですからもうそういう意味ではもうインフレが十分この12月でも4%のー消費者物価の上昇になってますからその黒田さんが言ってたその国債の買い入れ自身はもうやめてもいい時期だと思うんですけどもそれがやめられなくなってるっていうのは どうしてなんでしょうかうん。それは、だから、そもそもの、この国際大量。 海嶺、えー、政策というのが、そのインフレ期待をああ形成する、インフレ的なあの経済環境を作るというのではなくて、実は国債の買い支えであると。えー、このもう大破綻している日本の財政が、えー、破綻していないような見せかけを作るということが、えー、この本当の下心だったからなんですよね。 だから、そこが、その上に隠れみのとしてインフレ期待を形成するとかいうようなことを言っていたわけですけれども、でもこういう今の日本のように、この実質賃金が全然上がらないという状態の中で、うん、明日物を高くなるかもしれないから今買おうっていうようなインフレ期待行動、買い急ぎ行動なんてみんなお起こせないですよね。<laughs> そうですね。 だから、そこのところが死に滅裂で,、うん、で、まあでもそこはこの都合が悪いから、そういうところにはあんまり目を向けないで、企業に賃金上げてくれっていうふうに言うという、そういうこの行き当たりバッタリズムが、これもやっぱり船侍だから、こういう行き当たりバッタリズムはやっぱり辻褄合わないから、もうちろんとちゃんとした政策ロジックを作ろうとかっていうふうにいかないわけですよね。 ねえー、だからもうみんないろんな人があっちこっちから彼を小づき回していいように、えーまあ、使っているというふうになってしまっていると、うんえー、いうことの帰結そのツケがみんな全部我々に降りかかってきている、うんね、ということですよね。だから先ほどの防衛問題でもそうですけども、えー、敵基地攻撃能力なんて持ったらば明らかに専守防衛とはこう。 まあ矛盾するわけですけど、はい、戦士防衛は守ります。こうね、変 <laughs> てませんって言って。それで、先ほどの国債の書き方だって、実はこれ財政ファイナンスなんです。財政への国債を発行しやすくするために。 やってんですって、いや、それだったらよくわかんのに、そう言えないから、うん、いや、これでもって、うん、えー、景気対策としてやってます、みたいな話ですよね。だから、うん、言ってることがみんな国民に訴えてることが嘘だということじゃないですか。はい、はい、そうです。すべて嘘だと言って間違いないと思います。だから、その財政ファイナンスを日銀にやってもらわないとどうしようもないんだ、ないのだということを認めて、 で、これは良くないことだけども、今の局面を脱却するためには、えー、しばしこれで、えー、日銀、政府と日銀二人三脚で行かないとどうしようもないので、ちょっとこの間だけご勘弁くださいとかっていうふうに言うならね、あの、それは国民は賢いから、えー、じゃあ我慢してあげましょうと。えー、だけど、おまあ、えー、いつまでですかっていうふうなことを、まあ、問いかけ、それに対して誠意を持って答える。 っていうふうなことでやっていけば、あの、それなりに、今、まあ、局面打開の展望は見えてくると思うんですけども、もともかくえ、嘘とごまかしで全部を、こう、覆い隠しながら、なんとか切り抜けようっていうふうにするから、どんどん、つじつまが合わなくなってしまうんですよね。で,ねで、やっぱり今、国民が非常に困ってるのは、物価高ですよね。はい。それで、いよいよこれから春闘で、はい この間連合の会長と経7の会長があったということなんですけどその前に岸田船侍がですねインフレを上回る賃上げを実現してほしいという話をしておいいこと言うじゃないかということなんですけどだけどもうすでにインフレは4%になってしまって連合の方は5%の賃上げ目標と言ってますが。 その中にはベアが入ってるわけですよねう,ん、うん、そうするとどう見たってベアっていうのは2%近く平均でありますからもうすでに4%と2%と例えば6%で5%では追いつかないと思うんですけどもうん、うん、えー、じゃあけどまあどうなんでしょうかね5新要するに物価上昇を上回るような賃上げっていうのはできると思いますかいやーそれを やれる体力のある企業というのが一体どれぐらいいるのかっていうことですよね。だから今でも本当にそのもっと値段を上げたいけど上げられなくて必死になっている中小零細企業たちに対してこのインフレを上回るこの賃金引き上げを実現しろって言ったら倒産しちゃう企業も出てくるかもしれませんよね。でそうすると全然それはまた 何のために賃上げを要求しているのかわからないっていうことになってくるので、やっぱりその、あの、物価インフレンスを上回る賃金上昇をやってくれと言って、その丸投げするのではなくて、<laughs> うんまあ、あの、それなりにそれができるゆとりのある、えー、内部留保をものすごい勢いで溜め込んでいる、あの、まあ、大企業たちに、その、まあ、 えー、賃上げを主導する役割を果たしてくれというふうに言うとかね。だからもっと相談しながら、えー、そのできるところにできることをやってもらうっていう、そういうふうな、えー、きめ細かい、えー、政策の形成と提案っていうのも、もっともっと必要だと思うんですよね。で、もう本当に分配は企業の役割みたいな丸投げの仕方をするっていうのも、非常にやっぱり、この、まあ、 変だなと思いますね。だからあっちへふらふらこっちへふらふらだとやっぱり政策にきめ細かさも出てこないっていうことだと思うんですよね。えー、だから全ての画、うん、面においてそのふない的あのふらふらさと雑白さ、えー、というのが非常に災いしていると思います。日本の産業構造っていうのは昔から二重構造と言われて。 このまあ、結構も、もけている大企業とそれからなかなか苦しい中小企業、うん、まあ非常にあ,、まあ、あ,のあっさりいってしまうとそういうことなのかも分かりませんが、うん、そこにまた系列というのは関係があって、うん、やっぱり納入先の大企業は優越的地位を乱用して、はい、なかなかその納入価格を上げないという問題がずっと指摘されてきましたよね。うんうん、で 去年の年末だと思うんですけど、厚生取引委員会があまりにもその辺がひどいところの13社の名前を公表して、それでそこはちゃんとやってくださいっていうのは僕は一歩前進だったと思うんですけども、うん、こういうふうな、まあ儲けてる大企業がだったらちゃんときちんと社会的な分配を行っていく責任があるんで、うん、そういうところが優越的地位のラインをして自分たちだけ儲けるっていう、そういうことをやってたら、 非常に世の中としてはおかしいと思うんですけど、そういうことをちゃんとやるような仕組みってもっとできないもんなんですかね。当然できると思いますけどね。うん、だけど、やっぱり今の,その自民党的な体質においては、そういう優越的地位にある企業をにバックアップしてもらいたいんですよね。で、その、まあ、船侍がひろひろいろんなところに行く場合に、その行く方向性に、 えー、をバックアップしてもらいたい。なので、この力があって、ゆとりがある、えー、人たちに対して、もうちょっとなんとかあの、はい、してくれませんかとは言わないんですよね。だから自分たちにとって都合のいい人たちが、この都合よく、えー、強い立場、優越的地位を維持することができるということに非常に固執しているっていうところがあると、えー、思いますね。 だから本当に弱者救済のために強き者は頑張る社会的責任があると、あるんじゃないんですかっていうことを政治の側から経営に対して言っていくというような姿勢が えー、あれば、随分違う、この仕組みとか工夫が出てくるんじゃないかというふうに思いますけど、そういう、その、まあ、優越的地位にあるものに対して、社会的責任を、えー、果たすべしというふうに言うというモチーフが、えー、今の政治の中にものすごく希薄だっていうことが、うんえー、これまた非常に大きな問題ですよね。結局、 自分の政権を維持するために都合いいのはどういう政策なのかというところに、うん、まあ力点が置かれているような感じがしますね。うん、そうですね。だから、うんあの、アホノミクスの大将が、えー、日本を、これから日本を世界で一番企業が活躍しやすい、えー、国にしていくということを宣言した中に、今ここで議論しているような問題がもう集約的に現れていると、えー、思いますね。いかに、えー、弱い者いじめをしても、 強い者たちが活躍しやすい、えー、環境を作るんだっていう、まあ、あれはそういう宣言だったというふうに思いますね。うん、そうすると、えー、政権交代、えー、安倍さん、えー、菅さん、岸田さんと続いてきてけども、まあ、一貫してその方向は変わってないっていうことですね、全く、まあ、悪くなってる,るよね。うん。うん、あ、まあ、政権交代はしてないっていうことあそうですね、要するに。<laughs> うん ところでそういう状況でだんだんこの、ええー、まあ、かなり無謀なことがで行われてきて、どう見ても場合によっちゃ日本が戦争に巻き込まれるかもわかんないような安保状況ができてきてる。うん、それで、まあ、アメリカが、に都合のいいような形でもって日本の防衛政策がなされる。しかもそういうものにめらべらぼうに金がかかるから、それが日本の財政を痛めて、今の えー、財政金融っていうのを相当おかしな方向にしていくし当然市場っていうものの意思を無視した形でいろんな形の異次元のですね政策が導入されていく恐れがあるそして賃金がなかなか上がらない構造だと、うん、いうことになるとまあちょっとこれからこの1年相当大変なことが起きそうな感じがするんですけどねそうですね。だから本当に日本経済が全くうまく回らない。 麻痺状態に陥るというようなことになりかねませんね。で、国債だけがやたらどんどん進発されて、で、政府が金を使っているのは政府だけというような感じになり、企業はますますそれができるものは内部留保を積み上げ、で、まあ、 えー、家計はあもう本当に苦しいからというので、えー、まあ、タ預金にしがみついているという中で、どんどん、えー、日本経済の回転速度が落ちていくというようなことで、えー、次第次第にこの死に至る日本経済という格好に、 なっていきそうな気がしますねでそ,ういうそういう状態の日本経済を目の当たりにすれば、誰も外から日本に投資するっていうことはなくなると。えー、で、かつ日本からも資本が、えー、出ていくということで、もうますます日本経済のミイラ化、えー、という,、えー、こう展開がものすごく現実味を帯びてきてしまうっていうことになって しまいそうですね、うん、去年1年間でやっと日本の多くの国民が気づいたのはどうやら我々の国っていうのはうまくいってないんじゃないか貧しくなってるぞ、うん、どうも日本っていうのは、えー、一番だ世界じゃ相当有数な経済大国でアジアで一番と思ったけどそうじゃないんじゃないかっていうことに気づいた年だったと思うんですよね。うんうん、で今年は何に気づいいいていくかっていうとう相当 これからはなんか財政も厳しくなって相当困難な時期が訪れるんじゃないかっていうことがだんだん伝わっていくんじゃないかなという気がするんですが、うんうん、その辺はどういうふうにあのー、ええー、さんは見てらっしゃいますか。はいあのそう願いたいところですしやっぱり本当に我々が気づかなければいけないのはこの別に日本経済あるいは日本の経済社会がの うん品位が、えー、劣化しているっていうことではなくて、なんでこんなことになってるのっていうと、これはもうひたすら政策と政治のせいだっていうところに、次には本当に、あの、皆さん、えー、にこの気づいていただく、実感していただくということが、やっぱり次の大きなポイントだと思うんですよね。日本人の資質とか、日本人の、えー、まあ、創造性とか、 えー、日本人のこの豊かな感性とかいうものが鈍ってきているっていうわけではないと思うんですよね。決して。だけど、それもやっぱり品すればンするっていうところがあるので、この政策が余計な横島な下心を持って変な展開をしていることが、えー、日本が持っている、日本の経済社会が、えー、本来持っている、えー、ポテンシャル創造性、えーこうまあ、高品質度、 というものをどんどん削いでいるっていうことにやっぱり我々はフォーカスしていかなければいけないと思いますね。だからこれではまずい。だからやっぱりこの政権、本当の政権交代をやらないと、えー、もうダメだっていう思いをやっぱり我々があの強く共有するっていうところに行きたいですよね。うん、あの 岸田さんがただニコニコしている良さそうな人じゃなくて、この人は経験のない船侍なんだと。うんうん、で、こんな人に日本を任せたらば、大変な異次元な世界にぶち込まれて、はい、日本が見開かするぞ、うん、という認識をきちんと持った上で、政治を見守るという、うんうん、そういうことでしょうか。そうですね。だから、みんなで岸田さんに、 えー、船侍のぬいぐるみとかですね、着ぐるみとか、そういうものが日々送りつけられていくっていうような状況を作りたいですね。イラストとかね。あのもうそういう船侍ものをどんどん彼に対してみんなが投げつけるという、そういう状況を作っていく、えー、行きたいものですね。なるほど。わかりました。どうもありがとうございます。これからまた様々な、あの、難しい局面が 出てくると思います今国会やってますけどもこれ財政問題もいろいろ相当苦しいものになるしそして日銀総裁の人事がもう3月になったら出てくるでしょうしそういうことになればいろんな問題が見えてくると思いますそこで、えー、首相のふまだ船侍ぶりがまた露見されるんではないかと思うんで、はい、そこは我々ゴってしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。こ、はいはい、こちらこそありがとうございました、えー you <music>